ある日そいつは突然僕らの世界にやってきた。そいつの名はソニック。僕らの世界でソニックの新たなる冒険が始まる。エッグマン帝国建設のため僕らの世界を征服しようと強力なメカを次々に繰り出してくる。ソニックの宿敵、悪の天才科学者ドクター・エッグマン。僕らの世界が危ない。この危機を救えるのはソニックと、ソニックを支援する個性的な仲間たち、ナイスガイのナックルズ、それにアニメ新登場のクリス。そのソニックに新たなるライバル出現。ソニックに瓜二つのシャドウ、そしてルージュ。壮大なスケール、度肝抜くアクション。2003年アニメーションは新たなる次元へダッシュする。見逃すな、音速をも超えるソニックの活躍を。スマート、スピーディー、スタイリッシュ、ソニック。ソニック・ザ・ヘッジホッグ。音速を超えるスピードで走れる、史上最速にして最強のクールなヒーローだ。つまらないルールや常識に縛られず風のように生きる。マイルス、テイルス・パウはソニックの可愛い弟分、メカに精通し、その技術は決してドクター・エッグマンに引けを取らない。アイキ・トルネードでソニックをサポートするぞ。クリストファー、愛称クリス。ソニックと一緒に冒険し成長していくアニメ初登場の少年キャラ。エミー・ローズ、ソニックが大好きな元気で明るい女の子。ムードメーカーなだけでなく、自ら敵に突っ込む行動派だ。ナックルズ・ザ・エキドナ、ワイルドでタフなナイスガイだ。その拳は岩をも砕く。ソニックたちとは距離を置いて活動する一匹狼だ。クリーム、好奇心旺盛な甘えん坊の女の子。一緒に連れているチャオはチーズといって、ソニックたちのマスコット的存在だ。ビッグザキャット、釣りさえしていれば幸せなのんびり屋。カエルくんが大の親友だ。ルージュザバット、宝石専門のトレジャーハンター。ミステリアス&セクシーだが仕事は大胆不敵、狙ったものは必ず手に入れる。シャドウ、ソニックと瓜二つの黒いハリネズミ。その正体は一切謎だが、過去に悲しい事故を体験したらしい。ドクター・エッグマン、エッグマン帝国建設という無邪気な世界征服を夢見る悪の天才科学者。ソニックとは永遠のライバルだ。それにアニメだけのかっこいいメカもたくさん出るぞ。